ともやんテニスチャンネルともやんです。 MG です。はい、今回はフォアハンドスライス解説していきたいと思います。お願いします。はい、フォアハンドスライスってなんか守る時だけに使ってしまうみたいなイメージがあるんですけど、ちょっと攻めれるようなイメージを持って、皆さんに実践してもらおうかなと思います。はい、はい、ではご覧ください。どうぞ。お願いします。はい、ではワンポイント目になります。ワンポイント目は打点の高さよりラケットの先を上に持ってくるということを注意して練習してもらいます。これ、まず大事なのが飛んできたボールの一番高いところをまず知ることが大事です。まず飛んできます。ボールが飛んできたら、このボールの一番高い打点はここです。ここで、ここと決めてもらったら、その高さに対してラケットの先をぐーっと上に持ってきてもらうというのを注意してください。この時にラケットの先が多少微妙に、ラケット面がボールの後ろにあってしまうと、これ一応ラケットの先ボールの上にはあるんですけど、ちょっと高さが足りないかなと思うので、イメージとしてはラケットの、半分だったりシャフトの部分ですね、ここの部分かグリップの部分がボールの、まあ、打点の位置ですね、打点の位置ぐらいまで高く持ってきてもらえればセットは完了かなと思います。この位置からラケットがボールに対して当たっていくと、上から当たりに行くというイメージを持ってもらった方が、力なくラケットの重さでスライスを打っていくことができるので楽かなと思います。でもう一つなんですが、ボールが飛んできたら、このボールの後ろのラインにしっかりラケットを置くというのも注意してもらった方がいいかなと思います。どうしてもね、ラケットの上を、ラケットのヘッドですね、ラケットの先を上に持ち上げようとすると、ラケットここまで持ってきてしまう方とかいるんですよ。振りかぶりすぎてしまう。バックスライスとかだったら力が入りにくいんで振りかぶってもらってもいいんですが、フォアスライスの場合は利き手をしっかり押し出すことができるので、ちょっと自分の力も使うことができますから、多少ボールの後ろから来てもらっても自分で力を加えてもらって飛ばすことができます。ですので、ボールの飛んでくるラインを読んでもらったら、そのラインの後ろにラケットを持ってきて、そこより高い位置というのをイメージして練習してみてください。これが NG の場合は、これで一応打点より高い位置にラケットありますよね。ただボールの飛んできたラインから逸れてしまっているので、やはり回転量が多すぎてボールが上に飛んでしまったり、左に飛びやラケットを振ってしまったりとかするので、ボールが左に行きやすくなってしまいます。やっぱり振りかぶると、このまま左にラケットスイングする方がものすごく多いんで、だから回転が増えてしまうんですね。スライスってどっちかというと回転量増やしすぎない方がいいので、しっかりボールの後ろのラインにはあるんだけど、そのラインより高い位置にラケットを持ってきてもらって、ラケットの重さを利用しながらボールにぶつけていってもらえれば、フォアハンドスライスというのはやりやすいかなと思いますので、皆さんもぜひ試してみてください。はい、では2ポイント目になります。タイミングをまず知ってもらいたいので、ボールがバウンドするときに前の足でも結構ですし、後ろの足でも結構ですので、しっかりグッと地面を踏んで体重を乗せるということ、乗せ切るということを、注意して練習してみてください。これどういうことかと言いますと、ボールがバウンドした時に、例えば左の足重視だったらこういう形です。グッと足もう体重乗せ込んでから、乗せ切ってからボールを打ちに行く。スライスって結構ためが大事なんで、もうバウンドした時ぐらいにはもうセットができてたら、ぐーっと溜めた状態から打ちに行けるんで、全体重がボールに乗って打つことができるんで、伸びのあるスライスが打てるかなと思います。ちなみに例えば前に行きたいとか、そういう時には左の足から止まってもらうというパターンもあります。あ、右足ですね、右足に体重をぐーっと乗せた状態から運びつつ打つというパターンもあるんですが、どちらもしっかりとこの靴のつま先の方ですね、ここの部分、ここの裏側部分にしっかりグッと体重が地面を踏む感覚を持ってもらって、ラケットセット、足のセットもしてもらえればいいかなと思います。これ足をグッとそちら乗せてもらうと、どちらの足でもいいんですが乗せてもらうと、次の足がものすごくスムーズに
出やすくなります。これ微妙に半分半分とか乗ってるとそのままの体重で打ってしまうから、手だけで打ってしまったりとかして、やっぱり伸びの悪いスライスになってしまうので、全体重で結構です。もう9割1割ぐらいでも結構なんで、前にしっかり乗せて、ちょっともう倒れますよぐらいの感覚を持ってもらってから、ワンポイント目に注意してもらったラケット上からというのをセットして、この時にはもうワンポイント目、ツーポイント目、バウンドの時にできてる状態を作ってください。 OK、 この形が出来上がってタイミングがしっかり最初分かってくると思います。タイミングが取りやすくなってくると思います。どの辺で止まったらいいんですかとかいう質問が結構多いんですよね。まず球出しの時はボールのバウンドの時に止まってもらって、そこからフォアハンドスライスというものの感覚をつかんでもらったら、多少バウンドに遅れて足が止まってしまったとしても手で打てるようにとかなってくるので、まずタイミングを知ってもらおうかなと思います。先ほども言いましたが、ものすごくスライスというのはため、ここ重要なんで、下半身でグッと地面を踏んでその体重を乗せていくということが、伝わるか伝わらないかによってボールの伸びって変わってくるんですね。今回のフォアハンドスライスっていうのは結構攻めのスライスを、皆さんイメージしてもらいたいので、向こうの、コート入った時にちょっともう浮いてしまうと全く意味がなくなってしまいます。これ攻めれてないので、守ってしまってるので、どっちかというと向こうのコートに入ってからはネットの下を低く滑ってもらうスライスをイメージしてもらいたいので、これは体重を乗せきらないとできない、ショットになってきますから、絶対半々の状態をバウンドした時に自分の体重がどこに乗ってるかというのをちょっと注意して、これ今僕半々です。どっちかにしっかり乗せてもらって、右足か左足しっかり乗せてもらってから打てるようにしてみてください。で、右足体重乗せる時の注意としては、ちょっとください、前の足出てるのに右足に乗せるっていうのは NG です。これダメです。右足に乗せる場合は右足を前に出した状態から作っていけるようにしてください。じゃあこの右足我慢してますから、この足から左足に移動しながらボール打っていったりとかできるので、前の、体重を乗せたい足を前に出してバウンドの時に止まるということを注意して皆さん練習してみてください。お願いします。はい、では最後のポイントになります。ボールに対して前に振っていくということを気をつけて練習してみてください。結構スライスってボールに回転をかけないといけないっていう方、イメージを持ってる方が多いと思うので、そういう方ってどうしても打点に対してセットはいいんだけど上にセットしてる分ラケットを下に動かしてしまうという方が多いです。上から下に打つとボールって自然と上に飛んでしまいます。ボール、ラケット面が上向いてますから、このまま上に飛んでしまうので、スライス確かに回転をかけてもらいたくないという気持ちはあるんですけど、多少はやはりかかります。ラケット上から振り下ろしてますから、ボールに対してちょっと上向きの形でラケット面を入れていくんで多少の回転はかかるんですけど、かけすぎないということをちょっとイメージして練習してもらいたいです。ですのでラケットセット、ワンポイント目にあったラケットの高さ、打点より高い位置に持ってきてもらうと、この時にもうラケット面がちょっと上向いてるんですね。この形をボールに対して、だから打点に対して前にぶつけにくいイメージを持ってもらったらいいかなと思います。僕は例えば飛んできたボールに対して打点決めますよね。打点から打ちたいところを決めます。打ちたいところを決めてもらうと、その打ちたい方向にラケット、まあ、腕ですね、腕、体重全てを、運んでいくようなイメージでフォアハンドスライスは打ってるので、だからラケットを下に振っていくというイメージは全くないかなと思います。だから本当に下に振る方は回転量っていうのをちょっと勘違いしてる方が多いので、どっちかというとフラット気味、フラットなんだけど多少の回転がかかってるというイメージを持って練習してもらったらいいかなと思います。だからボール飛んできたものに対してまず高い位置セットしてフラット気味の前に打ってもらえれば、こういう感覚ですね。打点に対してグーッとまっすぐラケット全体を当てにいくイメージ、これがどうしても上にあるんで
こうやって下に切ってしまう、ものすごく早く下に切ってしまう方とか多いんで、スイングスピードもちょっと気をつけてもらって、前に動かすんだからそんなに速くなくてもいいです。ラケットを速く動かすぎるとラケットでやっぱりこうしなってしまったりとかするんで、ね、ボールが飛びすぎちゃったりとかいう回転量も増えすぎてしまうとかいうのもあるので、ゆっくりで結構ですから、自分の思った上から前というラケットの動かし方を注意して練習していきましょう。ラスト、はい、この3点守ってもらえれば結構伸びのあるフォアハンドスライスというのが出るかなと思いますので、ぜひ試してみてください。